LINE は TRUE、 あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介中のどうも小池です。あのトイです。トイ君、犯罪したことありますか？今んとこないっすね。ギリギリない。ギリギリない。小安さんでも過去に何度か取り上げております。はい、漫画アキラ、東京オリンピック中止を予言っていう、こちらですね、なんと1年も経過してるんですよね。まあ、無事開催されましたよね。え、はい、18万再生ということで、当時これすごい盛り上がってるんで、ね、ありがとうございます。ただね、オリンピックと冒頭に言った犯罪って、え、何のことって言ったん。いや、確かに、思うでしょ。はい、オリンピックにも結構犯罪はびこってるんですよ。オリンピックが開催されるかわからない時期もまあ、ありましたけども、はいはい、パラリンピックが本日の9月5日をもって無事に終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ついに東京オリンピックの全日程が終了したということなんですけども、しかし今大会ではいつもと違う点が一つあったんです。何かご存知ですか？安倍首相がもう出てこないかって。あ、やめちゃったからね。ロシアの紹介が国名ではなかったんですよ、ね、ロシア？はい。え、なんすか？え、でもロシアの選手いませんでした？こちらの表記だったんです。ロシアオリンピック委員会 ROC なんそれに変わってたんですね。これどういうことかというと、過去に国家ぐるみでドーピング問題が発覚しましたよね、ロシアってね。あ、そうなんで、出場できないってことになったんですよ。え、そう、国としてオリンピックの参加が認められないんですよね、今ね。そうなん。そう、このように反則行為には厳しい処罰がされますが、はあ、過去の大会ではドーピング以上にとんでもない反則行為が行われておりました。え、ドーピングよりやばいん？はい。え、一つ目、パラリンピックチート行為。チートってなんかここ数年でね、ちゃんと盛り上がってきた言葉なんだけど、どういう意味だったっけ？いや、それなんか、ね、ゲームとかやってる中で一人だけそのダメージ食らわへんように改造してると か、はいはい、なんかそういう風なことをチートって言うんですけど、現実の世界にチートなんてあるんですか？あるんですよ。ある。はい、まずはパラリンピックで起きた事件なんですけども、うんうん、2000年オーストラリアで行われたシドニーオリンピック、これは記憶に新しいですね、まだね。あの、オーストラリアね。うんうん、まだ俺言ったからね。あ、そうね。どんな大会だったかとかを言ってくれるのかなとか、オーストラリアね、俺言ったからそれね。バスケットの競技、大問題が発生してしまいました。え、トラベリングしてもうたんかな。普通の反則やから。あ、そうですね、はい、はい。金メダルを獲得した国ってスペインなんですよね。なんですけど、後日チームメイトの一人がとんでもない発言するんですよ。なんすか？メンバー12人中10人が健常者だったと告白し、事件が発覚。パラリンピックやからね、一応そのどっかしらに障害を負われてる方というか、そう障害者のまあためのまあ祭典というか、う、競技じゃないですか。そうですよね。なのに12人中メンバー10人健常者って、はぁってなれへん。これ国ぐるみの不正行為に不信感は他国にも及び、大規模な調査が実施されることとなりました。その結果、スペインの金メダルは取り消し。うわ、まあ当たり前だよね。まあね、知的障害クラスの競技全てが過去に遡って見直され、パラリンピックの知的障害者競技は全て廃止。これ難しいんだけど、知的障害っていうのは身体的なっていうよりも言語的なみたいな、だから見分けがつきにくいんですよね、ほんまに。そうなんて、これほんまにあかんことなんやけど、昔ね、僕の先輩の知り合いとかがなんかすげえ悪いことやって捕まってたんやけど、耳が難聴ですと、耳聞こえてないんですよ、聞こえにくいんですってことで、障害者手帳みたいなのもらえるんですよ、申請すると。そうするとなんかその辺に駐車するときに、駐車場に入れなくても路肩に車止めとけるんですよね。へー、障害者なんか発行されるんですよ、車のやつで。そうなんですか。あと補助金が下りたりとかいろいろしやすいんですけども、はいはいはい、そういうことを悪いことするために難聴なふりして、でそれはなんか密告されて、まあ、捕まってましたけど、はい、そういうことができる、見分けつかへん。例えば俺が今耳聞こえにくいわって言っても、みんな確認のしようがないでしょ。確かにね。そうっていうことがあったりするんで、やば。だから不正がちょっと際どいところなんですね。でその後、知的障害者競技が正式種目に復活できたのって、なんと2012年のロンドンパラリンピックなんですよ。ルール整備まで12年も要してるんですよね。そうそう、身体障害者のカテゴリーと比べ、どうしても知的障害のカテゴリーの方は判断が難しいわけですよ。でさらに障害の重度とスキルが比例しないところもあって、クラス分けが非常に困難であると。なるほどね。はい、というように、オリンピックでこれまでも反則行為が何度も行われてきたという歴史があります。今日はそんな反則行為を取り上げていきたいと思っております。なるほど。史上最も汚いレース。ドーピングっていうのはね、もう一番なんかポピュラーな反則行為とか問題じゃないですか。まあそうですよね。メジャーリーグでもたびたび話題になりますけど。そう、ワンピースでも魚人島編ではホーディ・ジョーンズってね、あ、確かに、新世界の初めてのボス、はいはい、ホーディ・ジョーンズがエネルギーステロイドというなんか飛躍を使いまして、そうですね、無理やりパワーアップしてましたけども、実際のレースではステロイドなどの薬物のほか、事前に取っておいた自分の血液を輸血することすら禁止なんですよ。うんうんうん、でこのドーピング問題、特に注目が集まったのが1990
1988年のソウルオリンピック男子 100m 決勝なんですけども、はいはいはい、オリンピック種目の中でも 100m って言ったら花形じゃないですか。そうですね、めちゃくちゃまあ人気で注目度も高い競技なんですけども、この大会でカナダの代表ベン・ジョンソン、ベン・ジョンソン知ってます？知ってるよ、もう名前だけでも知ってるよね、めちゃくちゃ有名よね。ベン・ジョンにダッシュしたら大体ベン・ジョンソンって言われるんやな。金メダル有力候補にまあ上がってたわけです、名前がね。結果は前評判通り、当時の世界記録 9.79 秒樹立し金メダルに輝きましたということで、試合後のドーピング検査に残念ながら引っかかってしまったということでメダルは剥奪。あら、注目選手の反則行為に反響もめちゃくちゃ大きかったということなんですけども、なんと事件はこれだけに収まりませんでした、なんとレースに参加した他の5人も薬物検査に引っかかりました、出場した8人中6人が違反ということで、そんなことある？そう、前代未聞の大スキャンダルレースと、そして史上最も汚いレースと呼ばれることになりました。残り2人をさ、繰り上げでメダルやってもさ、銅メダル該当者なしやん、やばそう。しかも繰り上げになったやつもなんかちょっと嫌やね、なんかね。まあね、なんかこんな繰り上げで金メダルもらってもみたいなね。まあ確かに確かに、まあ、そのためドーピングは今まで禁止行為ではあったものの、今のような厳密なようなものではなかったんですね。まあ、この事件の衝撃の大きさから、まあ、囲碁の大会では厳格な検査を行うことが、まあ、なったと。なるほど。いうきっかけなんですね。はい、はい。続いて、超人競技。おお。オリンピックといえば、長距離を走るマラソンなど。あ、そう、なんか始まりって言いますよね。そう。過酷な競技も結構ありますよね。確かに確かに。まあ、どれが過酷云々っていうのはね、その差別することはないと思うんですけど、僕は長距離が苦手なんで、マラソンとかかなり過酷かなって。まあそうですね、僕もトライアスロンとかやってる人はちょっと神経理解できんなと思いますね。いや、めっちゃ悪口やん、トライアスロン。いや、すごいなと思って。でもね、トライアスロンよりもしかしたら過酷じゃないのっていう競技あるの知ってる？なんすか？これがですね、世界の競技人口がたった1万4000人ほどしかいない競技が存在してるので、それが近代五種。わかる？わかれへん。五種っていうぐらいなんで5つの種目が、まあ、やるんだけど、まあ、居酒屋みたいな感じですよね。おまかせ3種盛りみたいな、お刺身3種盛りとか。いや、せめて五種盛りにせやよ。何やねん、3種。そうやね、ベッドレーキ2つ。近代五種とは1日の間にフェンシング、水泳、馬術、まあ、レーザーラン、これ射撃とランの組み合わせなんですけど、それぞれに全く異質な5種類の競技に挑戦する万能性を競う複合競技ですと。大変やね。そんな超人的な競技はドーピングでもしないとやっていけなさそうな、まあ、過酷な競技ですよね。ほう、まあ、想像できるでしょ。まあね、1日の間にやるんだよ。しかし問題はドーピングではありませんでした。ほう。1976年カナダモントリオールオリンピックに参加していた近代五種五輪のソ連代表、まあ、当時まあソ連やからね、はいはい、オニシェンコ選手は過去の大会で金メダルを獲得するほどの有力選手でした。すごい。近代五種のフェンシングで問題が発生しちゃったんですよね。どうしたん？何したと思う？まあ、実は鬼じゃなかったっていう。鬼？オニシェンコさんやから。あの、ちょっと調子悪そうっすね。いや、あんたや。あんたやな、ほんま。なんか今日ボケのキレが悪いね。そう。まあ、強豪国のイギリス代表選手を相手にどんどんポイントを取り、見事勝利を収めるんですけども、はい、対戦相手はね、イギリスの人からね、剣は当たってないのにポイント入ってるってクレーム入ったんですよ。嘘。はい。フェンシングは相手にこうやって当たると剣が、はい、まあ、剣の中にあるセンサーが反応してポイントが入るっていう。だからデジタルなんで、わりかしそのレフェリーによって微妙な判断みたいなのあるよね。はいはい。それが少ないわけだよ、本当に、ね。あ、いいっすね。ね、でもオニシェンコ選手の剣を調べたところ、当てずにポイントを入れられる改造が発覚ということで。それやばいっすね。俺でも勝てんだよ。そうやね。うん。なんふふふってやってたら。そう、なんかゾロとかもさ、うん、ヤコウドリとか飛ぶ斬撃やるやんか。飛ぶ斬撃とかだったらもうポイントポイって入るやん。いや、そうっすね。めちゃくちゃ強いやん、俺って。そうね。そう。結果、その時点でソ連チームは失格となり、過去の大会で獲得した金メダルも剥奪。あらー。そしてその後ね、詐欺師と呼ばれ、競技からも追放されてしまいましたと。そうなんや。オニシェンコ選手ね、逃げ帰ったソ連でも国のトップから呼び出され大叱責。国内で築き上げた地位も失ってしまいまして、タクシー運転手として暮らしたそうです。ちなみにこの大会では東京オリンピックでも何かと話題になっているトーマス・バッハ会長よりや IOC のね、フェンシングの選手として参加してるんです。そうだ、めっちゃ声でかいよね。話に長かったバッハ会長。バッハ会長、ドーピングや違法改造などバレないようにどんどん巧妙になっているそうで、今でも使われている反則行為の一つだそうです。ちょっとわかんないよね、なんか。だ、見た目ではね、こう当たったなーみたいな瞬間になんか外部のやつがピッてこう押したりするのかな。そんなアナログだよ。なるほど。なんかバレちゃうから、なるほど、それが一番いいかな。なるほどね。まあ現在ではもうちょっと難しいかもしれないんだけども、この時代だからこそできた反則行為がこちらなんです。キセルマラソン。
まあ、着せるというのは分かるよね。あの電車ただで乗るみたいなやつですよね。そう、ただで乗るというか仕組みちょっと説明させて。なんかまあ入場券120円みたいなのを買うじゃないですか。入場券ね、そうそう、駅のね。で買って、でほんまやったら隣の駅とかその駅しか行かれへんねんけど、その切符だけを使って、まあ、他の先の駅に行きますと、でその先の駅に行って、その辺に落ちてる切符とかで出るんすよ。または切符なくしましたって言って駅員に交渉して出るんすよ。これが着せる行為なんですね。まあというように本来の区間分ごまかしてるよね。そうそうそう、まあ、詐欺ですよね。そうそうそう、その着せるプラスマラソンなんで、みんな想像できてると思うんやけど、1904年アメリカセントルイスオリンピック大会のマラソン競技に参加したアメリカの代表フレッド・ローツはトップでスタートします。ほうほう。しかしその日は30度を超える暑さの影響か、20キロを過ぎたあたりで意識が朦朧と足に痙攣も起きてしまいました。ほう。日射病にかかり倒れてしまったということなんですけども、たまたま通りがかった車に救助されます。よかったですね。まあ、よかったんですが、搬送のため競技場へ向かうんですけども、乗っていた自動車がまさかのエンスト。そこでフレッド選手はなぜかそのまま再度レースに復帰するんですよね。体調治ったのかな。フレッド選手はぶっちぎりの1位でゴールして、このままバレずに金メダルを獲得できるんじゃないかと思った矢先、車の運転手が不正を暴露。もちろん失格となり金メダルはなし。結果1時間以上差がついてゴールした2位の選手が繰り上げて金メダルを獲得。嘘、おかしいやろ。2位と1時間以上差がついてるって。もうちょいなんかさ調整してさ、5分ぐらい早く着きましたみたいなのしたらよかったのね、うん、ただね、時代考えて1904年よ。あ、まあ確かにね。そんななんか今みたいにカメラとかスマホでパシャパシャ撮られるような中継があるような時代じゃないんですよ。そうだから、さっきも言ったようにこの時代だからこそできた不正行為。確かに今は絶対無理や、そんなもん。でも駅伝ですらね、もうついてますもんね、白バイ隊員とか。ついてるしさ、なんか24時間テレビでもさ、よくワープするみたいに言うやんか。言う言う。そういうことってほんと今無理じゃん。そうね。だってすぐ特定されるしね。そうそうそう。また大胆な反則行為も、まあ、以前の大会では堂々と行われていたこともあります。ほう。双子で入れ替わる。へえ。すごくない？入れ替わって勝てるもんだね。1984年のロサンゼルスオリンピックのプエルトリコ代表のマデリン選手、はい、走り幅跳びの競技中に足を負傷してしまうんですね。へえ。ですがマデリン選手はもう一つリレーの選手としてもエントリーしていたそうで、頭を抱える時代に陥ってしまいました。控えの選手にまあ変わればいいじゃん。まあリレーやしね、思うやんか。でも当時はその選手しかいなかったのか、変わりたくなかったのか、まあ、とんでもないことを実行するんですよね。なんすか。それが会場にいた双子の姉妹のマーガレットと入れ替わり、自分の代わりに走ってもらった。いやいや、走れる。こちらの画像をご覧ください。似てるよね、確かに。へ、似てるわ。マーガレットも陸上選手やってんで。へえ。で、面白いのはリレーは見事予選を通過。マジかよ。決勝へと進んだと。おーおーおー。で、チームコーチが選手が違うことに気づいたと。あ、よかったよ、気づいて。そう。で、入れ替わりが発覚と。結局チームは決勝レースを辞退することとなりました。ほう。面白いね。面白い。まあ、おそ松さんのね、むつ子みたいにもう見た目では分からないという、本当にそっくりさんだったら、こういう替え玉できるのかな。受験とかこういうことあるんでしょ。そうそうそう、受験とかもあるし、僕の同じクラスの友達がおったんやけど、はいはい、まあ、そいつ双子やったんよ。ほう。塾入るのにその入試みたいなんがあるんですけど、片方の子がマジで替え玉受験したらしくて。マジで。そのまま行けたらしい。行けたん。えぐ。バレへんかったら言うとった。皆さん、不正はやめましょう。いや、よくないっすよ、本当に。はい。はい、今日は以上です。どうでしたか。いや、もうめちゃくちゃ不正しとるんやなって。意外になんかオリンピック、このロシアの話も知らなかったですし。今回のね、東京ではどうだったんだろうね。ねえ、まあ、やっぱドーピングとかはね、やっぱつきもんですけどね。そうそう、いかにバレずにドーピングさせるかっていう、意外とこう、テーマらしいからね。そうっすよね。まあ、なかなか難しいんですけどね。それやったら逆にドーピング全開放 OK オリンピックみたいなの作るとかね。あー、でもそれこそね、東亜くんの推奨するムーンショット目標。はい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 、これってまあどういう計画かって言ったら、まあ、日本の内閣府がですよ。内閣府がまあ2050年までに人が脳、体、時間、空間の制約から解き放たれて社会を実現するっていうものなんですけど、これをやるということは機械の体を手に入れるということなんで、もうヒロアカのそれこそ個性バンバンの運動会みたいな、まあ、ことができる日来るんちゃうんかなと。まあ、実はこれ日本だけじゃなくてアメリカとかの似たようなプロジェクトあったりするんで、もう今全世界でそういう機械化の取り組みが行われてるんですよ。ねえ、オリンピック本当なくなっちゃうかもしれないよね。そう、
だからその機械をすごい先行してる人とかは2050年とかの頃にはもうオリンピックよりもパラリンピックの方が盛り上がってるよっていう。ああなるほどね。そう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 、だから義足とかもやっぱすごいどんどん進化してるし、なんか最近僕話題になってるその可愛い義足とかかっこいい義足とかもたくさん見たんですけど、いやもう本当にそのすごい綺麗やし、うん、もう動く芸術というか、そういったもんやったんですよ。でもこっからどんどんそのハイテク性能が上がってって、むしろパラリンピックの方がすごいことができるようになるっていう時代はもう本当に来るかもしれないなっていう、まあ、実際ね、あの車椅子バスケなんてそれこそ見ててもね、もう僕より全然ね100億倍も上手いからね、やっぱり当たり前やけど。当たり前やそんな。そう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 、当たり前やそんな。今後の未来は変わっていくんちゃうんかなって思いますね。言うてんのか分からへんけど、はい、まあ、というわけで本日の鳥肌スコアは、はい、2000やな、オリンピック2000年の歴史ということで、はい、うん、知らんけど知らんけど本日の鳥肌ポイントはな、ベン・ジョンソン違法してたん知らんかったわ。これ有名有名。へえ、はい、まあ、僕らの世代はボルト世代やからね。ああそうやな、うん、ボルトのポーズ取ってやなんかムカつくな顔ムカつくわ今なんかボルトよ。はい、というわけで小屋キースタジオ、今月は日本トークやっておりますので、はい、一生懸命やってて偉いなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。お願いします。はい、皆さんベルマーク押してます？チャンネル登録の横にあるボタン、ベルのね、通知オンにぜひしておいてください。よろしくお願いします。あなたが金メダルだ。 See you Bye。ヤンキーの実写化は成功しやすい。実際2021年初頭には700万部だったんですけど、累計発行部数が、はい、今はなんと3200万部を超えたと。すごいよ。評価の俺はの1話で、実はこの小栗旬がですね登場した時にすごい話題になったんですよ。原作者はクローズの実写映画化を全て断ってたそうなんですよ。へぇ、閣下された若者は徒党を組んで乱闘をして、あかんやあかんや、社会問題になってしまいました。あかんやあかん。極戦ってね、あ、まずねキャストがね今思うとエグい。いや豪華すぎんのよ。すごい空間のねじれがある場所って言われていて、まあ、それが何かっていうと押し入れなんですよね。え、どこの家にもあったりするよ。はい、導入を起こすために何が必要かというと、必要なものは3つあるって言われてて、1つは普段使っているものと同じ形状のガラスコップが2つ、うんうん、で続いてが自分の名前を書いた紙、うん、そして体育座りをしてすっぽり収まるような大きさの段ボール箱、うん、まあ、実家からの仕送りとかの段ボール箱がちょうどいいと思いますね。なんで実家限定なんですか。え、でもちょっと待って、これ今言った条件って別に簡単にそのものばっかりやな、はい、いやそうなんですよ、うん、これもうめっちゃ。でその後どうするかというと、うん、コップの1つの7分程度まで水を入れたら、うん、押し入れに入り、うん、外部からの光を遮断しますと、はいはい、でその中から段ボール箱を頭からかぶります。頭なんだ。はい、これスネークと一緒ですね。スネークバリの頭からかぶって、そして水を入れた方のコップに自分の名前を書いた紙を沈めてください。で目をつむり、年齢の2乗の数、まあ、だから10歳の方やったら100まで数えてください、うん、数え終わったら目を開け、紙を沈めたコップの水をもう一つのコップにこうやってトポ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 って移してください。そしたら押し入れの外は異世界です。だんだん乗ってきちゃって、それでもやっぱりしちゃって、アンチー